喋らないとね、あの BGM だともういつまでも喋っちゃいそうだから。そうなの。
の和菓子ドレッシング、大切な友達が天国に行った時にこの曲を作りました。今日は原爆の日ということで、なんかなんて言っていいかわからないけれど、こうやって私がドリームランド広島と言えるようになった、ドリームランドになった、広島を作り上げてくれて先祖の皆さんには本当に感謝しています。だけど72年前のことは絶対に忘れないで、そこからまた笑顔で始めればきっとこれから先も平和が続いていくと思うから、どうか皆さんいつまでもその笑顔とありがとうの気持ちを忘れないでください。なんか最後みたいになったけど最初です。それでは聞いてください。願いありがとう。ねえあなたは今どこにいるの。何よりも涙と思い出が止まらない。いつも一緒にいてくれた温かいあなたでした。当たり前の毎日が輝きで溢れていた。悲しみもどうでもいいと思えるほどの優しさに出会えたこと。Thank you.
確かに私は世間知らず、みんなが心配するようなことが待ってるかもしれない。だけど温かなメロディーの中で育ったの。長い長い魔法の髪、憧れの世界を一人描く日々。いつかいつかここから出てみたいな、思ってるんだ。みんなで平和を作っていきましょう。見て、撮って、作ってくれたの笹栗亮さんが作ってくれた。それでは皆さん、小刻みな手拍子をお願いします。ありがとう、ありがとう。みんなで一緒に新しい世界へ行くわ。
イビキストこれからまた出てくるから、あ、やるキストさんじゃない。イビキスト
眠りながら見るんじゃなくて、ちゃんと目を開いてやる気を出してみてくださいね。ネタにしてごめんね、ごめんね。よし、それでは、あ、ごめんね、ごめんねとか言いながら全部見なかった後、最後まで。いいわ。よし、最後皆さんで平和を祈ってナイスファンタジーでドレッシングのステージを終わろうと思います。それでは皆さん手を前に出していくわ。これからもずっとずっと